台北地下鉄通り魔事件とは、2014年5月21日に台湾に来た市板橋区で発生した無差別殺人事件である。4人が死亡、24人が負傷した。現行犯として逮捕された被疑者は21歳の男子大学生、帝都市であり。高湖水駅2014年5月21日午後3時30分頃、ろ、帝都市は刃物をポケットに隠し、 台北都市運番南線、高湖水駅にて、南高天覧間行きの列車に乗り込み、国府記念館駅で降車し、そしてホームの反対側に移り、来た道を引き返すように、A 安市方面行きの列車に乗車した。4時30分ごろ、辰山寺駅から発車した後、帝都市は突然、包丁を取り出して、乗客らを次々に刺した。帝都市はその後また、高古水駅で列車を降り、 包丁を振り回しながら、プラットフォームをぶらついたが、駅を出ようとしたところ駅員と乗客に取り押さえられ、警察に現行犯逮捕された。この強行に対する救急活動は迅速に始まった。現場にいた通行人は、帝都市がまだ逮捕されていないにもかかわらず、プラットフォームで被害者たちに対して CPR を行った。帝都市は、板橋区出身の21歳の、 東海大学学生であり、襲撃は以前から考えていたことで、大学卒業後に結婚する予定であったが、事件当日に授業がなかったため結婚したと語っている。動機については定かでないが、何かショッキングな大事件を起こしたいと思っていたという。小学生の頃、将来は大したことをやりたいと言った。高校の時、クラスパン長を担当するもの,の、クラスメートに、 同級生の女性を何人も殺したいと言った。そして、卒業アルバムで、私は自分の家を放火したことがないようと書いている。大学の時、友達があまりいなく、趣味は暴力的なオンラインゲームで、電車殺人事件などに関する猟気小説も書いた。フェイスブックでよく衝動的な発言をする。帝都市は台湾メディアでは殺人鬼と呼ばれている。喧嘩台の様子。 帝都氏は殺人罪で起訴され、一審の日北地裁は2015年3月6日に4回分の死刑と公民権剥奪を言い渡された。帝都氏は何も後悔していない、死刑判決が出ても気にしない。一審が死刑判決ならすぐに控訴すればいいと述べ、被害者遺族に激しく罵倒されても全然気にならない。罵られても俺はじっとも痛くない。と述べた。 2016年5月10日に、帝都市の死刑が執行された。台北都市運行士は、保険会社、新興産物保険の旅客運送責任保険を封付保していた。契約では、まず、台北都市運行士が医療費などの費用を支出し、その後に、被害者に代わって、新興産物保険に対して、保険金給付を申請できると約上していた。しかし、先に、 医療費用を立て替えた憲法局が新興産物保険に保険金給付を申請したところ新興産物保険は A の犯行は通常の公共の安全に関わる事故ではなく契約で除外自由とされているテロ行為に該当すると主張して支払いを拒否したため裁判となったこの裁判で台北地方法院は2015年11月9日テロ行為とは 個人、または団体が政治、宗教など、イデオロギー上の目的を達成するための武力行使、及び暴力、脅迫、威嚇、破壊などの行為を言う。しかしながら、本県の低都市被告による殺傷行為の主たる目的は、個人的なストレス発散であり、社会を恐怖に陥れることではないため、テロ行為には該当しない都市、新興産物保険に、 保険金の支払いを命じた。台北市長、各龍武市と日北市市長主立林はそれぞれ記者会見を行い、事件の再発防止策の検討を指示した。事件後、台北都市運の駅や車内には模倣犯防止のため、警察が多数配置されており、不審者に対しては、職務質問を随時実施している。ありがとうございます。